気まぐれパスタ、ビーフラグーとポルチーニのクリームソースペンネということで、具材はこれです。やはりですね、うちの店では牛肉がいっぱいいっぱいありますんで、それを、コトコトと10時間ぐらい煮込んだもの、煮込みラグーですね、ビーフラグー、ビーフは英語ですけど、ラグーはフランス語です。まあいいや。それで、ポルチーニを入れて、豪華だけど、まあ、冬らしいメニューにしようと思いました。なんで豪華にしたかっていうと、今日から12月のランチですけれども、ランチ今週と来週で終わりにしちゃいます。12月は1月また再開しますけれども、まあ、感謝を込めてということで、ちょっと豪華なものをドン今週来週やってお別れということで、良いお年をっていう風にしたいなと思いました。 Here we go! 完成です。気まぐれパスタ、ビーフラグーとポルチーニのクリームパスタということで、こんな感じで出来上がりです。ゴロゴロと牛肉が入ってるのがうちらしいかなと思うので、ふんだんに、どの材料もケチらずにですね、ふんだんに入れて出来上がっております。では皆さん、良いお年を。